ダメだ、見つからない。リョウビとリョウナはどこへ行ったというのだ。こっちもダメだったよ。どこを探しても見当たらない。修行中に黙っていなくなるとは普通では考えられないな。まさか悪い人に誘拐されちゃったとか。やっぱり外は怖い。私自分の部屋に戻ります。ずっと引きこもることにします。ダメだ紫、そう簡単に引きこもり生活には戻らせないぞ。でも重要なレイド戦は今日までだし、仲間が私の帰りを待ってるから。ゲームの中の仲間より現実の仲間を心配しろ。分かった。そうだねお姉ちゃん、私もう少し頑張ってみる。偉いぞ紫、それでこそ僕の妹だ。ではもう少し探してみるか。何事もなければいいんだが。まったく、これで実は遊んでましたなんてオチだったら絶対に許さないからな。イム、お姉ちゃん、なんで二人とも引きつった顔をしてるのさ。お前、おでこが広がってるのか。え、みやび、何を言ってるんだよ。ううん、広がってるんじゃない、すごく光ってるの。ピカピカと。おでこが光ってるって、そんなバカなことがあるか。いや、間違いなく光っている。ピカピカと。大丈夫だよお姉ちゃん、おでこが光っててもお姉ちゃんは私の大切なお姉ちゃん。ああ、私も同じだ。おでこが光っていてもイムはいつまでも大切な仲間だ。だから光ってるわけ。あ？なんか僕の頭の上で光ってるぞ。本当だ。その光が反射してお姉ちゃんのおでこが光ってたんだね。見たことか。だいたいおでこがピカピカ光るわけないだろ。待てイム、おでこの話をしてる場合じゃないぞ。光が大きくなってきた。え？イム、紫、二人とも無事か。僕たちは大丈夫だよ。それよりもここは夏の砂浜。どういうことだ。海は、太陽は苦手。暗く締め切った部屋に帰りたい。イム、紫、さっきだ。本当だ、誰かがこっちに来る。くっくっ、とても嫌な匂い。状況がまだ飲み込めないが
殺気を持った相手にはそれなりの対応をしなくてはな。了解だよミアリー、久しぶりに一暴れと行こうか。ミアリー、悪の誇りを舞い掲げよう。手応えのない連中だったな。ミヤビ、こいつらってこの間のスパリゾートで襲ってきた奴らと同じだよね。ああそうだな、見たことのない忍びだが、よっぽど私たちに用があるらしいな。まさか両尾と両尾も。可能性はあるな。頼む、急ぐぞ。あれ、リョウビさんとリョウナさんとそっくりの匂いがもう一つ。この匂いは誰？当然の評価だ。